他の武道で短刀踊りというのをやっている。大体短刀を取る人が勝つような動画になっている。そこでその短刀たるや大体自分の弟子で短刀の研究をしていない人に単純に面を打ってとか、単純についていくとか、あるいは単純についていくとか、単純に面を打っていくとか、こういうふうなもんになっている。するとこれは必ず一本好きだから、皆さんついたところで止まっている、打ったところで止まっている。はい、それでそれな。するとこれでずーっとついて止まっているものだから、ここからこれを掴んでどうのこうのということになる。止まっている、速くやるけど止まるよ、ビョーッってこれで止まっている。止まっとったら掴めるのは当たり前、あるいは後ろビョーッと止まっている、止まっとったら掴めるのは当たり前ということで、一本打ちと一本突きだから止まったとこで止まっている、そこを掴む。だけどこれ早くついたらなかなか掴めるもんではない。はい、2回早くつきます。これはついたからつくとは限らん。ついたからつくこともあるけど、ついて打つこともある。打ったからまた打つとは限らん。打って打ってとか、打ちと突きという風に変わっている。それを連続でやったらなかなかつかめない。はい、何ですか。うわー、あれ、はい、次、うわー、こう打ち打ち連続、はい、うわー、次の連続、こういう風に連続していったらなかなか取れない。それで今短刀と素手で、向こうは短刀取りの時に短刀はどうすべきかという話をする。まず連続一つ、ゆっくりと突く打ち、はい、打つ、打つ、はい、打つ、はい、打つ、はい、打ち、打つ、こういうふうに連続を速くしていったらいい。2番目、左手を使う、左手を使う、はい、これでいくよ、はい、こうしたら手が上がるからこうする、あ、ちょっと早くいくよ、もう、ほら、これで相手はこれにこだわっているから、この方向へ手が動く。だからこれでもさーってやったら、いやーってやったら、一回こう下ろしてから取るね、あるいはついていくも一回こういったら、この手がこっち引きようからこう押さえる、あるいは、はい、もっと前、はい、これでこっち側の手で押さえていて、こういうふうに連続の次に左手を使う。左手は攻撃もなるし、防御にもなるし、抑えにもなる。で、これとうまいことを連動させて、連携させて左手を使う。次、
それから三番目ね、だから筋を外す、これね、バーって言ってパッと何だ、テクトリボーキャッと、うわーっ、ッタッタ、わーっ、これだな、はい、筋を外す、うわー、わっ、わーって言った、こういう風にしよう、そういう風に、連続、それから左手を掴む、で足で体さばき、この3つを使うことによって、担当取りが使えなくなる。皆さん担当取り見たらわーと思ってうまいなと思うけど、あの担当取りはできない。連続することにより、それから攻撃を連続することにより、右手の攻撃を連続することにより、左手をいろいろ使うことにより、それから体をさばくことによりということになる。例えば体さばきね、はい、これでああって言ってこっち、はい、これで、はい、前もってこう攻撃しといて、でこっちへ行くときは比較的正体でもいいけれど、正体、ね、はい、こっちへ行くときね、こっちへ行くとき正体でもいいけれど、これ正体、マハミでもやる、おーっと、はっ、マハミでもやる。だけどこっちへ行くときは必ず正体、こっちへ行くときは正体でなくてもいいけど、この手が右手なんで、これこうしたら届かない。だから正体で、さあって、こっち正体で、こっち回り込むときは必ず正体。こっち行くときはまあ正体でなかったもいいけど、まあ正体がいいね。それでまっすぐ行くかどっち行くか分からんというようにしたんです。初めから正体正体、あ、ごめんなさい、右右回るかも、左左回るかも、まっすぐ行くかも、な、まっすぐにとって右回るかも。例えばこれなら、ザーこれなら、ビッチこれ正体ね。そういうふうに担当取りを単純に一本突きでいって取られるんではなしに、担当には担当の技がある。その担当の技に対して担当取りができるかどうかは問題なんであって、一本的で止まっているのを担当取りができるのは問題ではない。したがって今から何問かやってみた。ジョーカー、これはウチウチ、うわっ、こう冗談で構えてる、うわっ、これはここまで切ってね、はい、つい、うわっ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 、あれごめんなさいけど、今のビッとこっち来ておいてさ、これビッビッビッとこう、はい、そういうふうに担当取りをさせない。担当取りに対しては担当の技で一本で終わりと、一本で終わりと、一本打ちで終わりと、連続、これ連続するだけでもつかめない。ちょっと今から連続時でございます。つかめるか当てないからな、ブローブワーっていけないな、つかめない、
例えばこれでバーッてそれつかめないな。こういうふうにする。はい、これが担当取りに対する担当技。担当技の方がどうしても有利になる。次は、それで終わる。終わり。